はい、こんにちは、ゆきおのガングレビューです。今回の動画は前回の動画の続き、総裁少女庭園の佐伯律香ちゃん塗装が終わりましたので改めて見ていきたいと思います。まずは作った表情パーツから見ていきましょう。上段4種類が製品に元からついている表情パーツになります。それぞれ笑顔、ウィンク、企み、怒り、下段は目線などを変えて表情が違うものになるように制作しております。ではぐるりと一周見ていきましょう。はい、ぐるりと塗装後のリツカちゃんはこんな感じになっております。後で細かく見ていきます。まずは全身ですね。ぐるりと回って、はい、では近くで見ていきましょう。今回も全塗装ではなく成型色にシャドウ拭きという塗り方になっております。もともと髪の毛の成型色はこの辺にあるベージュのもっと薄い色だったんですよね。かなりハイライト寄りの色でした。なので、今回はイエロー、シャインイエローを中間色に、そして影の部分には、ブラウンを白でめちゃくちゃ薄めた色にしております。なのでシャドウ拭きは2色使ってますね。中間色とシャドウ、はい、ポニーテールこんな感じで塗っております。ぐるっと、まあまあ狙い通りの色にはなったかなと思います。うん、説明書の、カラーレシピはガン虫ですね。自分の塗りたいように塗っております。あとはね、頭のリボンとかも多少シャドウ拭きをしております。顔面は特にいじってないですね。この顔は、標準でついていた製品の顔まんまです。まんまですけどめちゃくちゃ可愛いですよね。ほんと再現度高いわ。うん、過去の2人よりもね、森倉感がめちゃくちゃ出てます。はい、そしてブラウス、ブラウスもシャドウになりそうな部分にブルー、シェードブルーですねを入れております。胸の下とか脇の下とかね、ちょっと拭いております。そしてスカート周りですね。スカートも同じようにシャドウ拭きですね。シワになるようなところに濃いめに拭いております。あとこういうところもですね、こういうところ軽く拭く感じですね。はい、そして太ももも、こういうところね、グラデーション多少入れております。ちょっとね、失敗したかな。こっちの方が濃いかったね。同じぐらいにしたかったんですけど、はい。あとは2層から下は特に色足したりはしておりません。そのままです。製品のままですね。それプラス全身に艶消しですね、艶消しを吹いております。はい、付属のリュックを背負うとこんな感じになります。金具の部分だけゴールドで塗装しております。あとはこちらも艶消しを吹いただけですね。うん、しかしね、前回の動画でも言いましたけど、リュックを背負うとね、肩紐の存在感のせいでね、バストがめちゃくちゃ強調されてるように見えるんだけどな。はい、こんな感じですね。はい、そして動きのあるスカートパーツ、こちらもシワの部分にシャドウを入れております。ぐるっと回って全体こんな感じ。はい、でこのスカートパーツはね、もう後ろから見ると丸見えですね。うん、下から別に覗かなくても見えるようにできてます。めくれすぎですね。次は三つ編みパーツです。こちらもシャドウ2色拭きですね。中間色にシャインイエロー、そしてシャドウ部分に薄いブラウンの2色ですね。はい、で、リボンはね、説明書のカラーチャートでは紺になってたんですけど、僕の勝手な好みでレッドにしております。はい、三つ編みパーツはこんな感じ。ストレートの三つ編みパーツも同じように塗っております。そしてこちらはストレートヘア、こちらも同じように2色でシャドウ入れております。うん、3つの髪型の中でね、塗ってない状態だとこれが一番のっぺりしていまいちかなっていう印象はあったんですけど、やっぱりね、シャドウをつけるとストレートは見栄えが違いますね。はい、後ろから見るとこんな感じですね。ぐるっと回って、そして内側ですね、内側はちょっと濃いめに拭いております。ここは影になる部分なのでね、濃いめに、ブラウンを拭いております。はい、全体はこんな感じ。まあ塗装したら愛着が湧くっていうのもあるかもしれませんけどね、うん、未塗装の状態とは見栄えが全然違います。一番化けるね。
座り足パーツの塗装はこんな感じになっております。はい、全体こんな感じですね。そしてスカート部分、こちらも同じようにシワの部分にシャドウを拭いております。上半身とくっつけるとこんな感じですね。はい、なんか怒ってますね。アフタースクールトラベルタイムも今回は塗装しております。まずは自撮り棒、伸縮部分はシルバーで塗って、そしてスマホ画面は黒で塗っております。本体付属のスマホも同様です。今回はトランクもきっちり塗っております。まずは金具部分、シルバー、ゴールドなどですね、上面、そしてサイドのところにもこのようにあります。あとはね、この鋲の部分とかね、はい、両面にあります。それ以外の部分は、中央のバンド部分ですね、このダーク、グレー、ダークグレー、ん?ダークブラウン、はい、ダークブラウンで塗っております。あとは、車輪の部分ですね、ここもブラックで塗っております。そして、伸縮部分ですね、持ち手部分、ここも、シルバーで塗っております。総裁少女庭園シリーズのプラモデル全部並べるとこんな感じになります。まあ、なんつーか頼れる姉子って感じですよね。なんか煉獄さんみたい。うん、リツカちゃんを見た後だとマドカがめちゃくちゃ子供っぽく見えます。そしてこよみちゃんもリツカちゃんと身長差はそれほど差はないんですけど、やっぱりね、なんかボリュームが全然違います。やっぱりこのボリューム差は圧倒的だよな。大きさはペットボトルや HG144/1 ガンダムと比べるとこんな感じです。はい、というわけで今回の動画は総裁少女庭園佐伯りつかちゃんの塗装後レビューでした。はい、いかがだったでしょうか。まあ感想としてはね、今回のりつかちゃんめちゃくちゃいいですね。というかこのシリーズ進歩が早い。第1弾、第2弾、第3弾と弾が出ることにめちゃくちゃ進歩してる。ボディもそうなんですが、特に表情パーツがね、森倉園さんのイラストに忠実に再現されてると思います。今までの中で一番似てる森倉デザインをね、ここまで忠実に再現できるとはね、ほんと思ってなかったよ。いや、すごい可愛い。そして見た目だけじゃなくてね、各関節とか手首などの乾燥パーツとかね、めちゃくちゃ遊びやすくなってます。まあ、今後ね、どのように進歩していくか見守っていきたいですね。さて、来月にはりつかちゃんのドリーミングスタイルとローソン HMV 限定版が届きます。両方予約しているのでね、届き次第そちらもレビュー上げていきたいと思います。はい、今回の動画はそんなとこですね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきよでした。